様々な電子部品電子部品とは、電子回路の部品のことである。いくつかの分類法があり、能動素子、受動素子、その他に分ける方法などがある。分類法電子部品の次のような点を押さえると、よりうまく電子回路を組むことができる。1、部品の種類同一名称の部品でも、様々な種類があり、それぞれの特徴を知り、使い分ける。 2. 規格各部品ごとに考慮すべき規格が定められている。規格 3. 最大定格部品ごとに最大定格があり、超えると寿命が縮んだり即壊れたりするので、適度に余裕を持たせる。4. 寸法や取り付け方法同一種の部品でも、大型、小型がある場合や絶縁が必要な場合もあり、特徴で使い分ける。5. 発熱への配慮電子部品の多くは発熱するので、 特に大電流を扱う部品は放熱の仕組みを考慮する。様々な分類法がある。一つの分類法は、素子と呼ばれる単機能の部品群と、その他の機構部品などに大分類し、前者の素子を、さらに非線形や増幅などの動作をする素子である。能動素子および、そうした動作を、また次のような用語で分類する方法もある。能動素子単体および、 納造素子を組み合わせた部品抵抗、コイル、コンデンサなど。素子を接続、切断したり、固定するための部品。納造素子、編集、納造素子も参照受動素子、編集、受動素子も参照以下の分類はあくまで一例である。電子部品のリード線は小型のものを除いて 2.54mm 単位で配置されていることが多い。これは、 ヤードポンド法が広く使われているアメリカ合衆国で多くの部品が開発されたためで、それに合わせて 2.54mm 間隔で格子状に穴の開いているユニバーサル基板なども販売されている。抵抗器などは規格を数字で表示するスペースがないため、カラーコードにより値を表示する。抵抗器抵抗器の表示を参照。 チップ抵抗期1980年代以降からは、濃度部品である IC の多くが、それまでの挿入実装技術に代わって、表面実装技術を採用し始め、同時に、受動部品でもそれまでの挿入実装用のリード線を伸ばした形状から微細なチップ形状にすることで、表面実装に対応するようになった。携帯電話やデジタルカメラなど、1990年代以降に、 登場した携帯型電子製品のほとんどは、薄いプリント基板上に微細な電子部品を、表面実装によって緻密に実装することで、小型、軽量化を達成している。これらは、チップ型と呼ばれる非常に小さい受動部品であり、チップ抵抗、チップコンデンサ、チップインダクタなどと呼ばれ、大きさにより、三千二百十六サイズ、二千十二サイズ、千六百八サイズ、 戦後サイズ、0603サイズ、0402サイズ、などに分類される。チップ化によって、小型軽量化だけでなく、無用な規制容量や抵抗、インダクタンスが最小化できることから特性が向上し、材料の減少から低コスト化が、構成の単純化や軽量化から、信頼性向上などが図れる。非常に軽量なため、条件次第では、 ハンダ付けしても片側が浮き上がることがある。片側が持ち上がった素子を破壊しに見立て、トゥームストーン現象、マンハッタンに立ち並び高層ビルに見立て、マンハッタン現象などと呼ぶ。なお、欧米メーカーでは、インチのサイズ表記を用いていることが多く、その場合、ミリ表記の1608はインチ表記では0603、ミリ表記の1005はインチ表記では0402となるので、 紛らわしく注意が必要である。抵抗とコンデンサは樹脂製のエンボステープに1個ずつ収められて1巻1万個ほどのリールパッケージで生産現場へ供給されるか、小資源、小コストから 110mm、12mm、36mm のバルクケースにバラバラのまま格納されて供給されることが一般的である。インダクタはリールパッケージを用いるのが一般的である。 2018年時点では電気自動車の普及や IoT、AI の進展により全世界的に電子部品の需要が高まっている。ありがとうございます。